二千八年のワンダーホイール二千十年のワンダーホイールワンダーホイールはニューヨークシブルックリンクコニーアイランドにあるデノズワンダーホイールアミューズメントパークに立つ高さ四十五点七メートルの観覧車である一般的な観覧車の構造と異なりこの観覧車のいくつかのゴンドラは車輪上のフレームに直接固定されておらず車輪の回転によりハブとリムの間のレールに沿ってスライドするように なっている。このタイプの観覧車は、エキセントリック、ホイールと呼ばれる。ニューヨーク水族館の南壁に描かれたワンダーホイール、ワンダーホイールワンダーホイールは1920年に、エキセントリックフェリスホイールカンパニーによって製造された。24個の密閉式のゴンドラを持ち、それぞれに6人乗ることができ、計144人の乗客を乗せることができる。そのうち16のゴンドラは、 車輪が回転するにつれて、中心と円周の間をスライドするようになっており、残りの8つは車輪の円に固定されている。オペレーターが意図しないで停止したことは、1997年7月13日のニューヨーク停電の間だけであった。この観覧車の動力は電力であるが、この停電の際はオーナーがクランクで車輪を回転させて乗客を降ろすことができた。ありがとうございます。